こんにちは、ぬくぬく鍵編み手芸部です。鍵編みの巻き腹を編んでいこうと思います。最初は鎖編みを70個編みます。ここがスタートで、ザザーっと70個編みます。作り目は4の倍数プラス2にしているんですが、まあ、くるくるっと巻いてしまうので、そんなに厳格に編まなくても綺麗に見えるので大丈夫です。70目作り目をしたら、立ち上がりの鎖編み3つを編んで1段目を始めます。立ち上がりの鎖編みを編んだ後は5番目の目に長編みを編みます。次が鎖編みで、1つ飛ばして長編み、鎖編み、長編み、これを繰り返して編んでいきます。2段目は編み地を回転させたら、この空いているスペースのところに長編みを6つ編みます。長編み6つ、6ダブルクロシェですね。長編み6つを編んだ後、またここの鎖編みのスペースのところに細編みを編みます。で、交互にこの鎖編みのスペースのところに長編み6個で細編み、長編み6個、細編み、長編み6個、細編みを繰り返して、最後はここの最後の鎖編みのスペースのところに、ちょっと無理やりな感じもあるんですが、ここに長編みを6個編んで引き抜き編みをして終了にします。この丸っこいのが鎖編みで、ペケのところが細編み、 T の文字にチョンが入っているのが長編みで、黒いところが引き抜き編みになります。今回はもう鎖編みを70個編んでおきました。鎖編みの編み方がよくわからないなという方は、こちらの動画もチェックしてください。じゃあ70目編んだので1段目を開始します。立ち上がりの鎖編みを3つ編みます。1、2、3で、端から1、2、3、4、5番目のところに長編みです。なので1、2、3、4、5、こちらのところに長編みを編みます。1、2、3、4、5、ここに長編み、鎖編み、長編み、鎖編み、長編みを繰り返していきます。鎖編みで、長編みは糸を引っ掛けて、で1個飛ばすので、ここですね、ここに長編み、1回糸を引き出してきて、この左の2個を引き抜きます。で、最後の2個も引き抜きます。鎖編み、糸を引っ掛けて長編みを編みます。1個飛ばして、こちらの目に長編み、糸を引き出してきたら左の2本だけ引き抜きます。最後の2本を引き抜きます。鎖編み、糸を引っ掛けて長編み、目を1個飛ばして、ここに長編み、鎖編み、目を1個飛ばして、こちらに長編み、左の2本だけ引き抜いて、最後の2本を引き抜きます。鎖編み、1個飛ばして長編み、1回糸を引き出してきて、左の2本だけ引き抜きます。で、最後の2本を引き抜きます。鎖編み、で、糸を引っ
かけて目を飛ばしてここに編みます。一回糸を引いてきたら左の2本を引き抜いて最後の2本を引き抜きます。鎖編みで、まあ、鎖編みの覚え方いろいろあると思うんですけど、個人的にはニコニコと覚えています。長編みを一回引き出してきたら左の2本2個、そして最後の2本2個、これで長編みが編めました。鎖編み、糸を引っ掛けて目を1個飛ばして糸を引き出したらニコニコします。2個、2個、鎖編み、糸を引っ掛けて長編み編みます。1個目を飛ばしてこちらに針を入れたら糸を引き出してそしてニコニコします。2個、2個、これを最後の目まで繰り返して編みます。最後の目を編みます。じゃあ次が編み地を回転させてここの鎖のスペースのところに6個長編みを編みます。編み地を向こう側に回転させて糸を引っ掛けてここに長編みを編みます。長編み2本目、長編み3本目、長編み4本目、長編み5本目、1,2,3,4,5 長編み6本目で、ここの隣のスペースのところに細編みを編みます。ここに長編み、細編み、長編み、細編みを繰り返していきます。細編みを編んだ後は長編み6本です。で、ここの花びらの高さが出るように長編み編むときはしっかりここの高さを出してきます、鎖編み2つ分の高さを出してきます。で、左の2個だけ引き抜いて最後の2個を引き抜きます。これで長編み1本編めたので次2本目ですね、ここの高さを鎖編み2本分出してきて左の2個最後の2個長編み3、長編み4、長編み5、長編み6で、隣の目に細編み、次は長編み6本ですね。次長編み2本目、糸を引き出してきて高さを出したら左の2個、2個、次が長編み3本目、糸を引き出して高さを出したら左の2個、最後の2個、今1、2、3、3本編めてるので次が4本目ですね。で、長編み5本目、長編み
6本目で、ここのスペースに細編みです。糸を引き出してきて、糸にかかってるのを一気に引き抜きます。長編み6本編みます。長編み1、糸を引っ掛けて、長編み2、糸を引っ掛けて、長編み3、糸を引っ掛けて、長編み4、糸を引っ掛けて、長編み5、糸を引っ掛けて、長編み6、1,2,3,4,5,6。次が細編みですね。ここに細編み、糸を引き出してきて、そして一気に引き抜きます。長編み6本編みます。長編み2、長編み3、長編み4、長編み5、長編み6で、隣のスペースに細編み、糸を引き出してきて、2本かかってるのを一気に引き抜きます。今、1、2、3、4、5。5個花びらが編めました。最後まで繰り返して編んでいきます。最後のスペースのところに長編みを6本編みます。ここのところですね。で、最後に引き抜き編みをします。糸を引っ掛けて、最後のこの鎖編みのスペースに長編みを6個編みます。3,4,5、長編み6、そしてここのところに引き抜き編みをして終了します。これで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 個、18枚の花びらが編めました。次はこれを巻いていきます。どちらを巻き始めにしてもいいんですが、個人的にはこっちの方を巻き始めにすると作りやすいかなというふうに思います。で、糸を外側に出してくるくる巻いていきます。巻けたら、この糸端でここを縫っていきます。なるべく全部の目を通るように、中心も通して、よいしょ、糸を通していきます。あんまりギュッてやるとこの丸みが取れてしまうので、優しい感じで糸を通していきます。で、糸端ちょっと短すぎたかな、もうちょっと長めに取った方が綺麗に糸の始末ができたかも。
で、こちらの真ん中の糸もまだ糸を通してないところに針を入れていきます。で、最後糸がほどけてこないようにちょっとよいしょ糸をくぐらせて、で、また数目糸を通したら糸をカットします。表に返して、そしてちょっと外側の花びらを引っ張って形をちょっと整えます。こう自然に開いて、外側に開いていく感じで、で、真ん中はちょっと丸まるように回転させて、これで完成になります。じゃあこれに葉っぱをつけたいんですけれども、こちらの葉っぱは次の動画で説明しています。葉っぱに糸端がついているので、この辺かな。この裏に葉っぱを縫い付けます。完成しました。もっと細い糸で編んで小さめに作って、こういったブローチにもなる台っていうんですかね、金具っていうんですかね、それをこうくっつけてスカーフに留めたり、あとはカバンにつけたりして、見るのもいいかなというふうに思います。葉っぱの編み方は次の動画で、お伝えしています。